こんにちは、こんばんは、三浦です。ということで、ね、この写真見ればお分かりだと思いますが、昨日に引き続き、この企画でいこうと思います。フランスワールドカップ2023、彼らの復帰が代表をより強くする第2弾ということで、ベン・ガンター、ファン多いです。で、今日も過去のアーカイブ映像よりお届けしたいと思います。昨日の、記事また抜粋するんですけど、まあ、早く言えば、まあ、怪我でよくねえと。ただなんかこの文章を読むと、ラブスカフニよりはガンターの方が復帰早そうですね、っていうようなところもあってですね、待ってる人多いというところなので、今日もお届けしたいなと思います。ちなみにちょっと軽くガンターをご紹介させていただくと、ワイドナイツですね。でフランカーと、195cm、120kg と、で出身がタイなんですよね。タイ、でもとにかくかっこいい、もうファンが異常に多いということで、一応代表キャップも5、2023年6月1日時点ですね、5あるということなので、もう知ってる方多いと思うんですが、なかなかね、怪我で、まあ、激しいんですよね、プレーが。とにかくフィジカルの、だからちょっと怪我もつきものなところもあると思いますが、ちょっとね、復帰待ってる人多いんで、ぜひお待ちしております。以前、そうですね、日本代表の絶対的フィジカルモンスター、ベン・ガンター、憧れのリーチマイケル超えをということで、やっぱりリーチに憧れてるところもあって、当時、これ何ヶ月前か、数ヶ月前に動画撮った、去年かな、わかんないですけど、撮った動画がありますので、ベン・ガンター早く復帰してくれという願いも込めて、今日の動画をお届けしたいと思います。過去のアーカイブ映像ですが、それではどうぞ。ようこそ三浦浩二の部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。いやー、かっこいい写真ですね、これまた。今日はちょっとですね、大学ラグビーどっぷりだったんで、しばらくちょっと代表から遠ざかってたんで、この企画に入ろうと思います。日本代表の絶対的フィジカルモンスター、ベン・ガンターということで、憧れのリーチマイケル超えを期待しておりますということで、2023年ワールドカップに向けて要チェック選手05ということで、5人目になりました。よろしくお願いします。そうですね、過去にやったのが、この企画、まあ、来年のワールドカップまでは、まあ、知ってる選手も多いと思うんですけど、なんか今一度掘り下げていこうかなと思ってて、まあ、1人目が、キャプテンの坂手選手、1人目は間違いないですね。で、2人目が、李承信、中野選手、どっちだったっけ、忘れちゃった、中野選手と、あと3番目が李承信で、4番目がちょっと経路を変えて松島選手ということで、松島選手でちょっと経路が変わったんで、またちょっと経路を変えてですね、ベン・ガンターということでいこうかなと思います。もう知ってるよという方もいらっしゃると思うんですが、より彼の知らないその過去とかを知ることで、より好きになる選手もたくさん出てくると思う、人もたくさん出てくると思うんで、この機会に知っておきましょうということで、もう大好きですね、最高ですね、ベン・ガンター、よろしくお願いします。まあこうですね、三浦浩二の部屋の反省点の一つですね、彼をまだ見ぬ未来のスター選手企画で採用しなかったことと、もう採用したと思ってて、定期的に過去の動画をなんかリバイスっていうか軽く修正してお届けしてることもあるんですけど、ベン・ガンターよしやろうと思って検索してみたら撮ってねっていうことに気づき、呆然としましたね。繰り返して申し訳ないんですけど、まだ見ぬ未来のスター選手企画っていうのは、ちょうど感染症が発生した時に、試合とかもなくなってネタがなくてですね、これから次の代表を担う選手をちょっといろいろリサーチしようということで、一人目がなんと、ディアン・ライリーをやったっていうことは、これは結構みんなに、もうさすが三浦さんって言われて、ちょっと意気がってたんですが、すいません、その意気がりがなくなるぐらい、ベン・ガンターをやってなかったっていうことは衝撃的だったんですけれども、まあでも言ってもしょうがねえということで、もう、みんな知ってると思いますが、パナソニックワイドナイツでも中心人物、代表でももう中心人物になっているベン・ガンター選手、よろしくお願いしますということで、先日、もう結構時間経ちましたが、フランス戦で最も活躍した選手の一人でしょう。彼を知らなかった人も、フランス戦の第1戦2戦で知った人も多いと思います。もうまたジャッカル、ベン・ガンターみたいな、
うわまたベンガンターみたいな感じで、あの本当に衝撃を受けた人もたくさんいらっしゃると思います。でちょっとここ最近はあの連絡あんまあっていうかあんま一緒に撮影できてないんですけど、あのまさきと佐野と3人であの福岡堅樹選手の引退試合を見に行って、引退試合1個前か見に行った、あの熊谷見に行った時にですね、ヤマハの当時のヤマハですね、との試合を、見に行った時に彼らが言ったセリフがちょっと印象的でですね、殺し屋ですかとこいつらいい表現するななんて思ってたんですけれども、あのもう本当に恐ろしいぐらい強かったということを彼らの言葉からも聞いて、やっぱそうだよねなんていうのを自身で納得したことも覚えております。もはや代表には欠かせないフィジカルモンスターっていうことなんですが、だからもう今もう当たり前になってきてるんですけど、彼がいるのがなんですが、ちょっと言い方失礼で言うと、まあこういうことですね、オーストラリアスカウト陣の目の節穴ぶりに感謝ということで、ちょっとオーストラリア関係者に喧嘩を売ってるように聞こえるかもしれませんが、もう彼はですね、普通にオーストラリア代表、ワラビーズの代表になりたかった人なんですよね。それがですね、いろんなちょっとボタンの掛け違いだったと思うんですけれども、あのいいオファーが来なかったっていうところで、で先に言ってしまいますが、そこにロビー・ディーンズっていうもうカリスマ指導者がですね目をつけたというところで、ロビー・ディーンズさんはどんだけ日本代表に貢献してくれてんだっていう感じなんですけれども、まあそういう経緯があるということで、ざっくり彼のあのプロフィールを見ていきましょう。これは雨季から持ってきましたが、オーストラリア出身なんですけど、お母さんがタイなんですよね、タイ人なんですよね。ということで、アジア枠としてもあのトップリーグとかに入れたんで、それも結構追い風だったんじゃねえかっていう記事もありました。ポジションはロックフランカーなんですけど、もうフランカーですね、フランカーで行くと思います。で身長195センチ体重114キロもうマッチこっちやん。もう実は熊谷で今年選抜、高校の選抜見に行った時にベンガンター見に来ててですね、あの怪我中だったんですけど、リハビリ中だったんですけど、まあリフレッシュも兼ねて見に来てたと思うんですけど、もうめちゃめちゃごつくてですね、で高校生の人とか手振ってましたが、僕も一緒に手振ろうと思ったんですけど恥ずかしくて手振れなかったっていう、そんな話どうでもいいんですけど、世界選抜に選ばれたことがあるっていうのと、日本代表キャップは5と、2022年7月9日現在ということでございます。で7月9日現在だから、そうですよね、もう終わってるか代表戦、だからそれ含めて5かということです。で身長195センチ、これはもうちょっと前の記事なんで120キロ、もう体重はそこら辺変動してますね。23歳、これ去年の記事か。ブリスベンボーイズ校時代は母校僕のスーパーラグビー加入クラブ入りを狙うも叶わなかったって書いてありますよね。もうだからもうスーパーラグビーでやるってオーストラリアの、代表に入るのが夢だったというところです。オーストラリア軍入隊を検討していた矢先、パナソニックから練習生契約のチャンスをもらって命をつないできた。これは後で詳しく話します。優れた能力を有した期待の若者はロビー・ディーンズ監督のおおらかさと厳しさ、吉浦健 S&C コーチのプログラムもと強くて反射神経のいい日本代表選手と化しているというところで、もうねワイドナイツで相当揉まれてもう最高ですね。であのカブッチョさんという方の記事によると、17歳の時に毎年日本で行われているサニックスワールドラグビーユース交流大会にブリスベンボーイズカレッジのメンバーとして出場して準優勝、ね、そこでも活躍してるのにレッツはなんで声をかけなかったんだというところです。でここでパナソニックワイド陣首脳陣目に留まり日本でプレーする道が開けた。ここやっぱサニックスのねこのワールドラグビーユース続きますよね。でこれがですね相当大事な転換期だったなっていう気はします。で2019年の、ワールドカップにも一応代表候補選手で入るんですが、まあトレーニングスコットということで、まあ、ちょっと一歩及ばず入れなかったっていうところです。ただサンウルブズでは大活躍と。だからサンウルブズファンはもうベンガンターはもう
もうみんな、知らないのぐらい、ちょっとバカにされるぐらい、僕自身もちょっと勉強不足なところもあるっていうぐらい、もうサンウルブズファンからしてみたら、もうベン・ガンターはもうっていう感じでございます。で、そこの経緯をもうちょっと詳しく説明するとですね、オールブラックスニュースさん、これ、ツイッターとかもやられてますよね、黒猫さんでしたっけ、いつもありがとうございますって感じなんですけど、オールブラックス中心のニュースなんですが、なんと、ベン・ガンターの記事も書いてくれててですね、そこが一番詳しかったんで、それをちょっと抜粋させてください。ガーナ出身のこの23歳の選手はスーパーラグビーのクラブに見落とされていたため、ここでもね、みんなそう言ってますよね。オーストラリアだけ、オーストラリアではなくブレイブロッサムズの一員として活躍しています。パナソニックワイドナイツのスター選手、ワイドワールドオブスポーツの取材でその思いがけない道のりを語りましたということです。ね、えもういろんな人が、だから僕も言います、オーストラリア人のスカウト陣の目の節穴ぶりに感謝ということで、あんまねそういうこと何回も言っちゃいけないんですが、でも本当にそうですもん。そういうことがなかったらベン・ガンターはもう日本代表じゃなかったんでね、もう本当にそこはもう本当に僕は心の底から感謝しております。数年前にはブーツを脱いで軍隊に入る寸前だったのですかという質問に対して、そうなんですと、学校を卒業した後どこのクラブからもオファーがなかったんですよ、特にレッツですねと、それは地元だと思います。私はクイーンズランド州の学校に通っていて、そこで行われていた育成チームに少しだけ参加していました。いくつかの怪我のせいで自分の可能性を見せることができませんでした。私は学校を卒業しましたが、文字通り何もありませんでしたと。で、学校の最後の年にはクイーンズランド州のスクールボーイズのトライアウトに参加することさえできませんでしたし、学校を卒業後何の実績もありませんでしたということなんですよね。高校最後の年にサニックスワールドユース大会で日本に行っていたので、ロビー・ディーンズが私を再び日本に連れてきてほしいと電話で言ってきました。ここですね、ロビー・ディーンズ最高ということで続きます。ロビーがどっかのノートにあなたの名前を書き留めていて、突然連絡が来たということで、そうなんですと。実は詳しい経緯は知らないのですが、ニュースタースポーツから電話があって、ロビー、多分これマネジメント会社ですよね、ロビー・ディーンズがあなたにパナソニックワイドナイツでの活躍を熱望しているとのことでした。ロビー・ディーンズと名前を聞いた瞬間にそれが私の心を捉えました。ここですね、これロビー・ディーンズじゃなかったらスルーされてたかもしれないな。その後少しググってみるとググってみるといいですね、ベリック・バーンズ、ダン・ヒーナン、ベン・マカルマン、ヘイデン・パーカー、 JP ピーターセンなどが出てきましたと。私はこれらのビッグネームを見て、なんてこった、私をそこに連れてくれと思いましたということで、そうですよね、知らない人は知らないですからね。オーストラリアとかニュージーランドでプレーをしようと思っている人がわざわざ日本のラグビーを全員がチェックしているとは思わないんで、まあ、こういうきっかけがあってググってみたところ、こんな選手たちも日本でやってんだなんて、そしてここに来て堀江翔太さんのような日本のビッグネームがいることに気づいたんです。きっとこれは幻に違いないと思い、トライアルに来た時にはすっかり魅了されてしまいました。さすが、さすがワイドナイツと、ああいうことですね。そのため高校の時に一度だけ行ったことがあり、日本を少しだけ知ることができましたが、日本に来ることはないだろうし、これキーなるだろうなと思っていました。しかしそのトライアルのために戻ってきて、クリスマスまで2週間滞在した後、オーストラリアに戻りました。彼らは何かあったら連絡するよと言ってくれました。私は連絡があったらいいなと思い、契約が取れるかどうか半年か待ってみました。その半年が過ぎようとしていた時、私はまあいいかと思い、軍隊に入るための準備を始めていました。すると入隊する前の最終段階になって、両親や名付け親に会いに行く途中で、パナソニックとの4年契約の電話がかかってきたんです。もうなんかもうこれドラマになりそうだな、これ。もうなんか映画とかになりそうだな。木曜日に電話を受けて、土曜日に飛んで、月曜日からパナソニックに入社しました。それが5年前のこと、あっという間です。これクソ早いな。木曜日に電話を受けて、土曜日に飛んで、月曜日から入社って、もうこのスピード感なんですねっていうような経緯なんですよ。知らない人、まあ、いらっしゃるとは思うんですけど、本当ベン・ガンター自身もラグビーを続けたいっていう気持ちはありながらも、だってオファーがないんだから、それは軍隊入るしかねえと。で、パナソニックロビー・ディンズも、彼を、チェックしてたんだけど、まあ、彼みたいな選手だから、もうスーパーラグビーとかでやるのかななんて思ってたっていう、そういうなんか微妙なボタンの掛け違いとかが見事にバシッとはまってですね、日本パナソニックワイドナイツで活躍し、日本代表の資格も得て今に至ると
いうことです。もうギリギリでしたね。なんでこれをまだ見る未来のスターを探す企画でやんねんだというところ、まあ、まあまあまあ今でも十分でしょうということです。で、でその、やっぱりね、日本代表にも憧れがあるそのベン・ガンターだからこそ、やっぱ同じポジションのリーチにすごく憧れてて、一回坊主にしてリーチの髪型にしたみたいなこともあったりしたんですけれども、この前がね、その憧れのリーチとコンビ67で出てるっていうね、ああいうところとかもちょっと僕はグッときますが、そのリーチに対してのエピソードの記事もラグリパからあったんで、ちょっとそれも抜粋させてください。リーチさんは本当に私の大きな兄です。リーチさんにとって僕は可愛い弟なのかもしれません。いい関係性を築けていて、ラグビーについても生活面についても話します。一緒にビデオゲームもします。ちなみに可愛いという表現はチーム通訳が本に承諾のもと実際の表現をよりソフトにしたもの、他者の前に垣根を作らずかつ首相に振る舞うのがこの人の流儀だと。首相としてのリーチには架け橋になれるとの印象を受けたとガンターは言う。リーチさんは選手とコーチ、選手同士、日本人と外国人、それに限らず人と人との架け橋になれる人物です。しっかりこうやってリスペクトしているのも素晴らしいですよね。その姿勢を尊敬しますし、彼ほど優れたリーダーにはこれまで出会ったことがない。リーチって本当すげえんだな。場を読む力を持っていて、選手たちが怖くて発言できなかったり言いづらいことがあったりするとき、その心持ちを読み取り代弁するようにコーチたちへ必要な質問を投げかけをする。そうして我々が気にしていることをうまくやっていないことを明らかにしてくれる。何よりそれを自然にやってくれるんですということで、まあ、リーチの凄さもちょっと今日は触れてますが、そういうところでガンターも影響を受けて今に至るというところなんで、まあ、すごくいい関係、その2人がコンビを組んで出てるフランス戦、ちょっとフランス戦前にこれお届けすればよかったな、そしたらもっと良かったな、チキショー。まあそれはいいとしてですね、これからもどんどん活躍していくガンターなんですが、まあね、そんなね日本代表もね、まあもちろんフィジカルモンスターもなくてはならない存在だと思うんですが、なんといっても今回はね、ラブがいろんな意味で怪我とかでいなかったということと、実は今回代表に一番近いだろうと言われた島田選手がちょっと早々に怪我してしまったりだとか、あとやっぱり勝負強いじゃなくてオールマイティーなね、もう本当に UTT バックロール UTT の東芝ブレイブルーパスの山本選手だったり、勝負強い徳永選手、あと個人的にはそろそろ絡んでくると思う後輩でもある山本海選手ということで、日本はバックローが、ね、豊富なんでね、もちろんベン・ガンターは今のところ一歩二歩リードしていると思いますが、まあ、このポジション争いもちょっと楽しみにしたいななんて思って今日の動画を締めさせていただければなと思います。ベン・ガンター、日本2023年のワールドカップに間違いなく必要な存在です。ぜひ引き続き応援していきましょう。お付き合いいただきありがとうございました。それではレッツラグビー。